今年始まっても1ヶ月としましたけれども、もう2ヶ月ですね、はい、今年の何か目標みたいなのってありますか？今年は1月にソロコンを初めてやらせていただいて、より歌への興味だったり歌が好きだなっていうことに改めて気づいたので、ソロデビューを目標に頑張りたいと思ってます。なんかプライベートで何か目標は？プライベートはジェットコースターにたくさん乗りたくて、すごい絶叫マシーンが大好きなので、はい、もう日本中の世界中のジェットコースターに乗れたら嬉しいです。はい、じゃあ他にご質問ある方いらっしゃれば何名かお受けします。はい、水着の写真今回多かったという話なんですけれども、はい、なんかボディメイク写真集撮影にあたって、なんか特に気にしたところとか見てほしいところがあれば伺いたいんですけれども。そうですね、いや写真集のためにダイエットをしようと意気込んだものの、結果できずそのまま撮ってしまって、ただ逆にその太ったまま撮ってしまったことで、あ、意外と胸あるなみたいな感じに思っていただけると思うので、まあ、逆にダイエットしなくてよかったのかなって今反省したものを見て思ってます。はい、無事については実はさっき拝見した時結構思ったんです。思いますよね、照れよりはそういう私だなっていう。二十歳になってようやくなんかあ、できたと思って喜びが大きいです。もうぜひ皆さんに見ていただきたいです。あと、なんかどういう表情でこれ撮影したとか、そういうのありますか？そうですね、結構その衣装紫だったり透け感があったりセクシーな感じにメイクもしていただいたので、まあ、気持ち的にはちょっと二十歳だぞっていう大人な眼差しでカメラを見つめてました。胸もね、そうですね、これ結構あるんですよね、嬉しいです。じゃあ皆さんに一応注目ポイントです、ね、データはありますが、これはデータはあります。あ、これデータあるんですね、はい、データはありますが、とても、手で隠さないでください。あ、確かにちょうど持ってるところ。隠さず。はい、ありがとうございます。はい、写真大丈夫ですか？いいですか？はい。ありがとうございます。はい、じゃあもう一人ぐらい最後にご質問ある方。はい。メンバーが見た写真集、見たメンバーの感想がもしあれば、ちょっとお伺いしたいです。メンバーにはでもまだ村山由里さんにしか見せてなくて。で、見せた感想は、なんか、すごく綺麗だと褒めてくださいました。うん、ちょっと恥ずかしかったですね。綺麗以外は特に綺麗以外は、あ、でもセクシーって言われて、なかなか私セクシーって普段言われることがないので、あ、ちゃんと大人の魅力も出せた写真集になれたなっていう感じが言われてしました。はい、じゃあ最後に、今回2月27日にファースト写真集飾らない宝石を、出させていただきました。ありがとうございます。20歳という節目にこうして写真集を出せたことがとても嬉しいので、大人な自分もまだまだ子供なそのままの自分もこう出せていけたらいいなと思っているので、ぜひたくさんの方に見ていただきたいです。よろしくお願いします。